ゆずソフト。ワンパー。さあやっていきますか。最後の一人になりましたね。カフェステラと死神の蝶。はい、ということで皆さんこんにちは、こんばんは、ザワと申します。フェラガミ実況なんですが、今回4人目のメインヒロイン、まあ最後のメインヒロインですね。サブヒロインはもう一人いるんですけど、最後のメインヒロインやっていきたいなと思います。いやー、ついに来ましたね。そして俺はもうタイトルで散々書いてきたんですけどね、もう1年半待ちました。いや、2年ぐらい待ったか、合計で死神転生したエロナさんこと秋月環奈さんでございます。はい、まあまあまあ、本当に死神転生してるかどうか知らないんだけど、俺が勝手にねまあそういう風にしてんだけど、いやもうそうとしか思えないぐらいさ、もう言動がエロナなんだよねもうずっとエロナしてるというね、もう中の人も車の人だしな、もう風貌もちょっとなんか若干似てるところあるしみたいな、ところでね、まあちょっと胸とかは違うんだけどね。まあということで、かなり楽しみにしておりました。で、この4人の中だと唯一ね死神ということで、まあ結構天真爛漫とかに似てんだよね。うん、まあ天真爛漫もなんか、まあちょっとサナさんがね結構絶妙にこう人なのか人じゃないのかっていうところで難しかったんですけど、まあ咲夜姫さん、宇の花の咲夜姫さんがねもう神様というね設定だったんで、一人だけね。なのでこのエロナさんもエロナさんって言っちゃうね、カンナさんもな、まあ死神ということで、まあそこら辺のストーリーどうなっていくのかなという、ちょっとね楽しみな、ストーリーも楽しみだし、あとはもうこのね死神転生したエロナさんがどういう風にね、エロナさんを出してくるのかそれともカンナしていくのか、うん、なんだカンナするっていうちょっと自分で何言ってるか分かんないけど、はい、やっていきたいなと思います。ということでね、もうねあの準備してあるので飛んでいきましょう。なんとですね、そうチャプター4の11から始まるんだよね。いつもなんかさ5の1から始まってね、あの分岐してたんですけど、なんとねカンナさんルートだけこの4の11から始まるという、はい、なんか面白いんですよね。まあ、鈴音さんの話が終わって、いつもならね、あの、自分の部屋に戻って、ああ、みたいな感じでさ、こう、憂鬱になりながらも、なんか彼女できたらいいな、みたいな感じになるんですけど、はい。覚えときますって言ってからここに来るというね、はい、ところから始まっていきます。結構、他のルートとはやっぱ違いそうですね。じゃあ見ていきましょう。閉店する時間になっても、先ほどの言葉が忘れられなかった。気になる子な。彼女が欲しいというのは本心だ。この店で働き始めた理由に下心があったことも否定できない。まあ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 、そこはな、男だからな、まあ綺麗な女性がいたらそりゃ働きたくなりますわ。まあでもさ、あれじゃない、お前あれだもんな、もうここに転生してきたっていうか、その世界を歪めた理由がさ、童貞捨てるだからねいいんじゃないかそれは。うん、その目的に突っ走って、オープンさせられるように尽力して、オムライスとかパスタとかたくさん練習して、ちゃんとお客さんに来てもらえるようみんなで頑張って。で、恋愛方面は全然進歩してないじゃないかそうだな確かに、まあでも仕事頑張ってるからいいじゃん、生き生きしてるよね。おしゃれなカフェで働いて、女性のお客さんはもちろん同僚だって可愛い女の子だらけ、にもかかわらず彼女ができそうな気配すらない。あー、そっか、もうこのルートだとそういう感じなんだね。あー、もう夏目さんもダメだし、メイさんもまあなんかチャンスないし、のぞみはどうなんかなみたいな。そっち方面のことをすっかり忘れてたお前そこが一番重要だぞお前それ忘れたらなあ、時間巻き戻した意味ないぞ。できる限りうまいものを作って店にお客さんが来てくれる、すっかり満足してしまっていた。もう仕事人間になってたな。いや、それはそれでいいことなんだが、このままだと命が危ない。そうだね。やはり待っているからいけないのか。というか、こんな調子で俺の命は大丈夫なんだろうか。いや、でもまあ大丈夫そうだよね。高峰さん、お、いるんですか。お、神奈さん来た。悪い。まだ着替えていなかった俺はすぐに休憩室の扉を開けた。悪い、ちょっとぼーっとしてた。俺が残っていたら着替えられないよな。私の場合はこのお店の部屋を借りているので全然平気なんですがそっか。それより高峰さんの方こそ平気ですか？何か問題でも？
テストの方はうまくいったんですよね。そっちじゃないんだ。俺の個人的なことで考え事をしてた。その様子から察するに、まだ答えは出てなさそうですね。まあな。わかりました。仕方ありません。では私が一肌脱ぎましょう。いいなあ、一肌脱いでくれるんですか。カンナさん、一服ですか。肌というよりは。いやでももうそのではのところのあのニヤ感が良かったな。え、なんだい、何が始まんの。お、あ、エロいこと考えましたね。服を脱いだりなんてしませんよ。はい、もうもういつも通りのエロナだったな。登録しました。登録しました。あ、そういえばね、システム音全部ね、車の人ボイスにしました。このカンナさんボイスにしました。あくまで膝を貸すだけです。俺も十分エロいけどな。というか、なんで膝枕。何か悩みがあるときは気分を変えた方がいいと思うので。いやー、こりゃ気分変わるわ。カンナさんしか見えなくなるぜ。散歩するとか、美味しいものを食べるとか。でもさ、これさ、よく見ると絶妙にこう胸の下に行ってないよね、頭が。もうちょいこう引き込めばさ、この胸の下にさ、こう頭がすっぽりはまるんだろうけど、そこもカンナさんはさすがに、なんていうのかな、パーソナルゾーンというか、なんていうの、ここはいけないんだな。ここまでは。膝枕で視点を変えてみるとか。はい。あとは誰かに話してみるとか。どうですか、カンナさんに。こっちニヤついてるな。そうだな、今のところ店はうまくいってる。仕事は忙しいけど、ここで働けるのは正直楽しい。楽しすぎて肝心なことをすっかり忘れてた。もしかして童貞のことですか。そうだよ。それで世界を巻き戻したんだからな。まさにそれ。頼む、正直に教えてくれ。俺は大丈夫なのか。それは、え、もう手遅れかもしれません。え、何これ。え、なに、え、こういう感じなんの。思わず俺は体を起こして秋月さんに詰め寄った。え、待って、いきなりちょっとシリアス展開。ま、間違いないのか。はい、残念ながら。え、頭を太ももで挟んでほしいとか、うん、おっぱいでコーヒー豆を温めてほしいとか、はい、母乳のミルクでコーヒーを飲みたいとか、ノーマルとは言い難い趣味ばかり。登録しました。すでに手遅れ、もはや処置なし、完全にアウトな性癖です。登録しました。確かにな、聞いてない。まあ、性癖、それも全部ハプニングだな、それな。俺の性癖の審判とか聞いてない。しかも母乳ミルクに至っては俺が言ったことですらない。そうだな。でもあの様子なら母乳ミルクにも興味を持っている気がしたんですけど。なんでだ。俺の性癖を勝手に決めつけないでもらいたい。では確認します。はい、あなたはそういった興味は一切ないとおっしゃるのですね。一切ないか、どうなるんだろうな。これは授乳プレイあるな、これ。授乳プレイありそうだな、これ。今後確かに二次元ではそういうシチュエーションを見かけるけど、うん、昴生君、めたいこと言ってるけど、お前二次元だ。どんな味なんだろうかと考えたりもしたけれども、実際にその味を試したいと思ったことはない。ほら、無言になった。いや、そうじゃなくて、というかそんな話はどうでもいいんだ。確認したかったのは俺の命の話だ。初体験どころか恋人すらできなそうな雰囲気も、できそうな雰囲気もないんだが、タイムリミットが近かったりするのか。そっちですか、びっくりしましたよ。こっちがびっくりしましたよ。カンナさん、こっちがびっくりしました。びっくりしたのは俺の方だ。ごまかすつもりはないのですが、私にははっきりとお答えすることはできません。ああ、そうか、まあ神様の問題だもんな。帝さんが最初に言った通り、判断を下すのは神ですので。うん、やっぱそうか。ですが今のところは問題ないと思います。このお店で
お客さんを笑顔にした分、たくさんの蝶々が帰っていきましたから。ああ、ならいいんだが。でもそれは根本的な解決ではないんだよな。そうなりますね。ですから何か気になることがあれば、どんな小さなことでも構いません。いつでも相談してください。そう言ってくれるのはありがたいけどな。何か問題があります？問題ってわけじゃないけど、連絡を取る方法が限られてるだろう。痛いところを疲れましたそうだよな、現代機器が使えないというカンナさんのね、もうスマホの使い方もちょっとよく分かってないみたいな。店に電話しても秋月さんが外に出てる可能性だってあるだろう。それはそうなんですが、何なんですか世の中はもはやスマホを持っていないと人権すらないんですか？持たざるは人にあらずとでも言うんですか？若干そういうところあるかもしれない。まあ元から私は人間じゃなくて死神なんですけど。そうなんだよな。でも死神だから、そこが面白いよね。今回は死神と人間の恋愛みたいな。人にあらずとまでは言わないが、学生なんかだと必要だろうな。やっぱ便利だし。今までに不便に思うことはなかったのか？特にはこんな風に一つの場所に根ざして、ましてやお店を開くなんてこと、死神全体としても新たな試みですからでしょうね。なかなかないでしょうね、こんなの。生きている人と深く関係を持つこともめったにありませんでしたしね。あと使いこなす自信がなかったり、お試しで買うには値段的にもハードルが高いですから。それはそうだけど、死神の仕事には給与とかないのか？給与に当たるようなものはありませんねまあそうだよな。なんだろう、こう与えられた宿命というか使命をこう果たすのみみたいな。まあそうか、魂相手に案内料なんて取れないだろうしな。じゃあ六文銭もいらないのか？三途の川は無料で渡りたい放題ですよなんだそれあ、なにそうなの？なに神田さん、なにそういうのもう自由に行き来できちゃいますみたいな感じ？全然嬉しくないサービスだ。そもそも全然気にしてなかったけど。死神ってどういう存在なんだね。え、そうだよね、そこがね、まず気になりますね。さっきも秋月さんは人間じゃないって言っていた。こうして見てる限りは普通の人間としか思えないんだが、何か明確な差とかあるんだろうか？まあ天真爛漫の方ではそのね、人間がこう死んだ時に、なんていうの、まあ御霊人じゃねえわ、なんだ御霊人じゃなくて何だったっけ、召し上げられてさ、でこう一つのなんか祖霊になるんだけど、そっから祖霊からこう神様に選ばれるこうなんか魂がたまにこう出てきて、でその上の人か上の神から、じゃあお前魂、お前その魂ちょっとお前神になるからなっつってこう引き抜くみたいな、なんかそういう感じだった気がしたな確か。そう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 。何でしょうか？いやー別に。というか俺はてっきり金が用意されてるんだと思ってた。この店の開店資金なんかにも協力してるみたいだから。そういう死神の活動費はケットシーの王国が準備をしてくれるんです王国なんだな。やっぱミカドさんの場合は私と一緒に死神として活動していますが、商売をしているケットシーもいるそうですよ。最近は何でしたっけ、FX、とかで大儲けしてるとかマジで言ってんだそれ。あとキャットコインでしたっけいや何その、そんななんか博打でやってるんですか？もう超反博打だよ FX とか。猫が FX に仮想通貨、しかも大儲け。俺の金を運用してくれないかな？どうでしょう、あくまで死神業務のためで、仕事とあまり関係ないことには使えませんから結構危ない橋渡ってんだな。ケット氏なかなか厳しいな。お店で働いて私個人のお給料をもらうようになりはしましたが、決断はできていなくて、お給料をそんな気軽に使っていいものか、
いざという時のために取っておくべきなんじゃないかとも思うんです。あー、なるほど。ラストエクサー症候群だな。その気持ちは俺にもわかる。俺それめっちゃわかる。なんでそのFF ネタを持ってくるな。本当にもう。けどスマホなんて実際に使ってみないと価値はわからないからな。腹をくくって買ってみるのもいいんじゃないか。そうですよね。高峰さん、明日の定休日時間はありますか？おお、一緒に買うの？講義が終わったら特に用事はないけど。じゃあスマホを買いに行くのに付き合ってもらえませんか？別に構わないけど、予言終わってからだから夕方になるぞ。はい、それで構いません。わかった、講義が終わったらここに来るよ。ありがとうございます。あ、いい顔。それじゃあ明日はよろしくお願いします。なんかこれ神田さんのね、時々見せるこう大人っぽい憂いを帯びた顔みたいなね。子供っぽいニヒヒみたいなのもあるけど、何なんだろうなこのギャップは。とはいえスマホか。最近のスマホってどんな感じなんだろう。俺も2年近く使ってるし、新機種も出てるんだろうけど、昴生君のスマホはAndroid なのかな、 iPhone なのかな。とりあえず調べてみるか。秋月さんにはスマホの基礎的な知識もないだろう。だからこそ俺に一緒に行ってほしいと言ったわけだ。女子だとやっぱり、イオタフォンじゃないといけないんだろうか。なんだイオタって。なんだイオタって、大学だと猫も杓子もイオタフォンだし、イオタフォン言いにくいな、なんか。あれ、そうなんだ。秋月さんも流行りを追うのだろうか。もし流行りに興味がない場合、機能から選ぶべきか。まあ難しいよねこういうところね。けどイオタなんかイオタフォン嫌だな。なんか嫌だな、イオタフォンって。でスペックとかカメラとか劣ってるわけじゃないしな。安定どころではあるが、とりあえず他のも調べるだけ調べておくか。まあ、Android でもいいと思うけどね。何か聞かれても困らないように。あんまり下ってしまうと情けないやつだと思われるかもしれない。楽しい時間を過ごすためにも、下調べは大事だ。なんでそんな楽しい時間を過ごしたいんだ。まあでもまあ、どうせ行くなら楽しい時間過ごしたいな。なんというか俺、明日が結構楽しみかも。おー、なるほどね。こういうところからフラグが立ってくのね。カフェステラと死神の蝶。おー、あ、こういう感じでチャプター5に入るんだな。はい。お前それ、デートじゃねえ。もはやデートだな。もはやデートなんだよな。はい、じゃあ5の1やっていきましょう。え？昼休み。スマホについて何か知っているかと尋ねた俺に対して、ヒロトはそんな一言を言い放った。スマホを言い訳にして、デートに誘われただけじゃないのか。そんな感じではなかったと思うな。言い訳ではないと思うけどな。スマホを持ってないのも、機械が苦手なのも、間違いない。何せ、スマホの存在すら知らなかったくらいだ。嘘つけ。そんなやついないだろ。いるんだよ。いるんだよ。もうなんか改札のさ、なんか、何？スイカとかパスモとかなんかそういうのも全然知らない人だからな。実際にいたんだよ。何？天然系？それとも箱入りのお嬢様？どっちも違うかな。何しろお前が勘ぐってるような間柄じゃないよ。けど後世が女の子と二人でね。相手はお前のバイト先にいた女の子だろ。他にそんな相手もいないだろうし。確かにその通りだけど、決めつけるなよ。ちなみにどの子？秋月さん、水色のウェイトレス服を着てた。ああ、あの大人っぽい雰囲気の。そっか、そういうタイプの子だったのか。ん？で最近のスマホってどうなの？どこもハイエンドの機種を出してるから、最新機種なら性能にそこまで差はないんじゃないの？おお、ヒロト結構詳しいのそういうの。イオタフォンか、ノットロイドだって。なんだノットロイドって。ノットロイドってなんだ。系だったらどっちだと思う。おう、そんなもん本人の気持ち次第だろう。でも女子ならやっぱイオタフォンじゃない。もうイオタフォンがなんかすげえ当然のごとく言ってるけど、なんか面白いな。そう思うかお前も。つうかさ、女子のアイテムなら
女子にアドバイスを求める方がいいんじゃないの？むしろあの店の他の子に聞いた方が早いんじゃないのか？もっともない意見だけど、せっかく頼られたんだから自分で答えたい。そこは男の見栄っていうかさ。まあそれはあるかもな。どんな些細なことでも頼られると嬉しいよな。まあな、だろ。つくづく俺らって心底童貞だよ。しゃあないよ。もうだってヒロトに関しては夏目さんルートでしかな救済されねえんだから。本当に。まあ鈴音さんルートもちょっとまだ見てないからわかんないけど。そういうこと言うなよ。泣きたくなるだろ。俺の方が泣きたい。仲間だと思ってたのに、この裏切り者め。仲間だよ。このまま順調に進んだら大人になっちまうんだろ。俺を置いて、我ら生まれた時は違えど、うん、童貞を喪失する時は同じと願わんって約束したの。いつしたそれ。いつしたんだそれ。してねえよ。何その、何これ、延々ん桃園の誓い。キモい。マジでキモい。桃園でいいのかなこれ。そもそもそういう間柄じゃないんだよ。ならどういう間柄なんだよ。どういうって、まあ言えねえけどな。死神と監視の対象なんてバカ正直には言えない。友達というには私生活を知らなさすぎる。とはいえただの知り合いというのも冷たすぎる。やっぱり職場の同僚じゃないのか。俺に聞くな。まあ確かに実際のところ本当によくわからない。そもそも秋月さんのこと自体ろくに知らないんだから。まあな、これから知っていこうっていうね。終わった。じゃあお先。早っ。待たせてるからな、早く行かないと。そうかよ、またな。おー、でいきなりもうデート会ですか。デート会っていうか、高峰さん。お、こっから始まるんだ。悪い、待たせたな。そんなことはないですよ。だってやっぱり約束した時間より少し早いぐらいじゃないですか。まさか授業をサボってはないですよね。もう多分走ってきたんじゃないですか。ああ、ちゃんと出席した。俺の方は他に用事はないけど、秋月さんは？私もすぐにでも出れますけど、少し休憩してからでも構いません。あ、コーヒーを入れましょうか。実はおすすめの豆があるんですよ。じゃあ胸で一回温めてもらいましょうかさ。ダメか。別に疲れたってわけでもないけど、せっかくだからお言葉に甘えさせてもらおうか。はい、と言っても、うん、パイル枠じゃないですけどね。こういうところがずるいんですよね。もうエロな系統は。エロな系統って言ったらいいのか分かんないけど、だからそれは俺の趣味じゃないっての。秋月さんが手動のミルでコーヒー豆を引き始める。いつかの時のように慣れた手つきで授業を進め、抽出も行っていく。ちなみに俺の豆って、あ、俺の豆ってなんだ。おすすめの豆って。ブルーマウンテンというのを買ってみたんですよ。へえ、ブルマンか。ブルマン、名前ぐらいは聞いたことあるけど、飲むのは初めてだな。やっぱ高い。ではぜひとも味わってみてください。こうして待っている間にもいい香りが。お待たせしました。はい、どうぞ。口に入れる前から芳醇な香りが漂った。一口飲めばすっきりとした苦味と柔らかい酸味、かすかに甘みのようなものも感じられる。前のよりも美味しい、というか好みの味だ。よかった、そう言ってもらえて安心しましたよ。改めて思うけど、ちゃんと入れるとこんなにも違うんだな。秋月さんは満足そうに笑ってから自分でもコーヒーを飲んだ。美味しく入れられてますね。いやでもさ、やっぱカンナさんってコーヒー入れるのなんか一番うまいまであるよね。まあ夏目さんとかさ、まあのぞみさんとかも結構手慣れてるっていうかさ、まあちょっと変な客が来ると嫌っていうのはあるかもしれないけど、カンナさんすごい堂々とさうまいの作るもんな。高いだけあって
香りから違いますね。確かに。もっとお高いコピルワクって一体どんな味なんでしょう。俺も気にはなるが値段がな。しかも邪行猫の糞だしな。もちろん綺麗に洗浄されているとは分かっていますけど、やっぱり躊躇はしますよね。まあな。これだけ有名なんだ。飲めば美味しいんだろうけどな。けどそもそも、あ、邪行猫の糞にコーヒー豆が入ってる、コーヒー豆が残ってる、これでコーヒー入れて飲もうなんてよく実行する気になったよな。私もそう思いますけど、うん、確かに動物の糞から取れる豆は他にもあるらしいですよ。あ、そうなの。そうなのか。ブラックアイボリーは象の糞から取れる豆だそうで、モンキーコーヒーやタヌキコーヒーはそのままですね。そんなんあるんだね。コーヒーの他にもパンダの糞から茶葉を作る緑茶とか。いやーすごいな。なんか昔の人の知恵って、なんか知恵というか好奇心って、なんかよくわかんないね。そんなものまで。私も話で聞いただけですけど、笹しか食べないパンダは糞もいい匂いがするそうです。へえ、そっか、そういうものか。もしかして高峰さん、今ろくでもないこと考えてますね。何ですか、どういうことですか。はあ、まさかまさか、そんなことあるわけないじゃないか。何ですかその態度、アメリカ人、欧米かですか。高峰さんは大変良いご趣味をお持ちのようで。何このカンナさんにそれをやらすみたいで、いやーそれはさすがにないよ。それはないぞ。いやでもさ、なんか欧米化ってさ、もう何古いネタになってるのか、なんかあれだね。なんか時代を感じた。いや待て、誤解だ、決めつけるな。俺にスカトの趣味はない。さすがにそれは冗談でもやめてくれ。俺の評判に大きく関わる。でもこれは重要なことです、うん、特殊なご趣味ですと高峰さんが本懐を遂げるのにも関わってきますからね。なるほど。どういうこと。 まあ確かに。あー、まあでも童貞捨てるためにその特殊な趣味を。そうか、相手側がな、飲んでくれないといけないのか。普通の初体験ですら悩んでいるというのにスカトの趣味まで持っているとなると、超えるべきハードルもいろいろと高くなるかも。いや悩む必要なんてない。俺はノーマルだから心配は無用だ。だといいんですけどね。どうなんですかね。あ、もうね、もうこのまま買いに行くんだろうけど、これ。待って、嘘でしょ。え、俺さ、そういうなんかスカトロ系とか無理だよ俺。マジで無理なんだけどさ。え、例のシーン出てこないよね。ちょっと心配になってきちゃった。ちなみにスマホの具体的な希望とかあるのか。いえ、特にはどういうものがいいのかよくわからないので、可能なら高峰さんと同じの。え、俺と。何か困ったことが起きた時、同じものだと相談をしやすいと思うんです。ああー、なるほど。びっくりした。同じスマホでお揃いにしたいのかとか、一瞬そんな想像をしてしまった。どうも自分でも気づかない間に浮かれてるっぽいな俺。まあでも一緒にな、会いに行くとかは、まあ浮かれちゃうよね、ちょっとな、若干。でも俺のはノットロイドだぞ。なんだノットロイドって。はあ、そのノットロイドを私が使うのは問題があるんですか。いや問題ってほどのことはない。女子の大半はイオタフォンってのを使ってるから。私はそういうことは気にしません。スマホ初心者ですしね。本人が気にしないのならいいか。とはいえ全く同じのは難しいかも。俺の機種は結構古いし。あ、でもさ、そう考えるとさ、メイさんたちが持ってるのってイオタフォンなのか。とりあえず店に行ってから考えるか。四角いですけど、違いってそんなにあるものなんですか。そこまで大きな違いではないけど、なくはない。処理能力はもちろん、レンチの持ちとかカメラの性能とか。まあ言われてもわかんねえよな。
俺と同じってことだったけど、俺は割と本体の安さで選んだところがあるからな。もし他に欲しい機能とかあればそれを優先してもいいと思うぞ。連絡を取るツール以外にやりたいことってあったりするか？そうですね、SNS でしたっけ？あれの更新を私の方でもできるようにはなりたいですね。今まで頼りっぱなしだったので。まあ何でもできるけどな。それはインスタとかフェイスホックとかうん、となるとカメラの機能だな。より美味しそうな写真が撮れるように。ああでもそうか、まあ1200万画素以上ならそこまで差はないだろうけど。画素？そうで画素なんちて。いいな登録しました。結構なんかこういうネタ多いですね。いやスルーすな、後世スルーすな。おい QI 充電できる方が楽だよな。やっぱハイエンドが多くていい値段がするな。 QI 充電なんだかやらしい響きです。いいね。いやもうエロナルートだとね、ドラクリのエロナルートだとね、こういう家電系の話はもう全部すっ飛ばして、例の店に行ったんですけどね、まあ神田さんルートだとな、まあいろいろとちょっとネタは入れてくるけどちゃんと見るんですね。いやーね、成長してるなエロナさんね。最新なら HRD 対応だ。いや風景じゃないんだから HRD がなくても別に問題はないのか。 HR で登録しました。俺もそろそろ機種変しようかな。親父からの振り込みもあったし、マジで悩むな。もういいだろう、こうせ。もう触れてやろうぜ。そろそろ触れてやらないか。ほーら、もうこういう顔しちゃった。なんだよ。人の話、全然聞いてくれてない。スルーされると寂しいんです。やべ、もうキスしたい。悪い、ちょっと集中してた。何か欲しい機能でも思い出したか？じゃないですけど、もういいです。そうだよ、もう。それよりスマホって私みたいな初心者は何を基準に選べばいいんでしょうね。そうだな、自分の手のサイズに合ったのとかはどうだ。俺が決めるとデカすぎるかもしれないしさ。まあでもそうだよね、確かに。なんか女の子の手でさ、なんか最新の iPhone、なんか何 11MAX とかさ、多分でかすぎんのかな、どうなんだろう。なんか SE2 ぐらいがいいのかもしれないね、もしかしたら。あとはなんか11ミニだっけ、なんかああいうのが、まあちょっとね、今1年後とかに見てる人がちょっとね、なんか13とかなんかいろいろ出てるかもしれないけど、今の状況だとね。手のサイズそんなに違います？おお、すげえ。結構違いますね。もうすげえ、うわー、すべすべだろうなこの白い手。高峰さんの手が普通より大きいというか指が長い。いやなんかフェチズムを感じる。なんかすごいフェチズムを感じるわこの絵。手のひらを通して秋月さんの体温が伝わってくる。女の子の柔らかさを感じられる。そのきめ細やかな肌はまるで手のひらに吸い付くようだ。これが女の子の手。確かにな。なんかもうこのタイミングで手をこう触れ合うっていうのもなかなか珍しいね。なんか緊張する。昔はともかく第二次成長を遂げた後は望みとも手をつなぐことはなかったんだ。ああそうか。ただ手を合わせているだけなのに痛いほど心臓が跳ねていた。やばい、俺の手のひら大丈夫か。汗でべちゃべちゃになっていないか。静かですね。分かってるくせに。あ、何が？高峰さんがもしかして緊張してます？そんなことはない。の割には口調がまた変ですけど。いいね、ニヒヒのバーゲンセールですね。めちゃめちゃニヒヒ言うな。さすがカンナさん。これぐらいで緊張してたらそれより先のことなんて夢のまた夢ですよ。仕方ないだろ、慣れてないんだから。それに本気で好きなら別だ。俺も男だ、好きだと思ったら自分からちゃんと告白するさ。本当ですか？
そんな勇気高峰さんにありますか？なんかすごいいきなりギャルみたいになったの。本当ですかつって。本当ですか？ここら辺ちょっとエロナっぽいね。やるときはやるさ。それができるようなら童貞を悔いてやり直したりはしなかったと思うんですけどね。うーん、痛いところついてくる。それはその通りかもしれん。そこで胸を張らないでくださいよ。頭の中で考えるときは俺が主導権を握っているのに、現実では主導権を握られっぱなしだ。鈴音さんに言われたコミュニケーションはまず経験を積まないと話にならないって。鈴音さんの言うことも一理ありますね。知識を手に入れることとそれを実践することは全くの別物ですから。あーでもそれは確かにな。英語とかそうだよね。つまり高峰さんは風俗に行ってみたいと。あらあら、まあまあ。こんな人通りの多い場所で何を言ってるんですか。恥ずかしい。いや、素人童貞を卒業してどうするんだ。誰がそんなこと言った。だって経験を積みたいって言ったじゃないですか。経験といっても性的な意味以外にもあるだろう。もっとこう盛り上がる話題の選び方とか、親しくない人との距離の詰め方とか、女性の扱いとか、そういういろいろがさ。やっぱり風俗じゃないか。確かに。なんでそうなるの。そもそも風俗に行けば人間としての経験になるのか。とある人生相談でそういう答えがありました。なんだと。でもそういう風に言いそうな人はいるね、多分。風俗に行って酸いも甘いも噛み分けた大人の女性に悩みを聞いてもらって全てをさらけ出せば心が成長して余裕も生まれるとかなんとか。マジかよ。一回ぐらいは言っておくべきなのか。給料も入ったことだし。そう、これは経験のため、あくまで人生経験としてだ。行くんですか？行かねえよ。そりゃ興味はあるけど、でも勇気が。っていうかもういいだろこの話。それより今はスマホだ。あまりに変な会話を続けてるから店員さんが睨んでるじゃないか。おっと、これはいけませんね。店員さんすごい形相だったんだろうな。なんだこの人たち。追い出されないうちに早く選んでしまおう。おお。これが私のスマホ。はい、ということでじゃあ今回はここまでにしましょうかね。まあカンナさんルート行き、いや飛ばすな。ちょっと俺もね、ちょっと一回キモい言動をちょっとね吐いてしまったんで、多分そこカットするかもしれないけど。いやー、やっぱね。いいですね車の人は。もう最高だわ。なんかこう時折見せるね、こうバカな発言もそうだし、こう匂わせてくる、こうなんつーの、匂わせるっていうか、なんつーの、こう煽ってくる感じというかね。いやー、ああいう表現がねすごい好きですね。はい、ということでじゃあ次回はスマホをね持ったカンナさん、まあどうなっていくのかってとこですね。あの、いやでもあの手のね、手のフェチズム感すげえよかったわ。なんかもう一回あの手見てみたいな。うん。ということで、じゃあ、次回もお楽しみに。それでは以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。